外注したいというのがあります。ご相談よくいただきます。記事を書けないんですと、あと継続ができない、まあ、書く時間がない、書くネタがないというふうに言われるんですけども、まずそもそも書くネタっていうのはキーワードはあなたが考えるっていうものではないんですよね。基本的に、まあ、サイトでのブログでの情報発信の場合なんですけども、まあ、こういった YouTube の場合はですね、また流れファネルっていうんですけども、その、人を集めてから売るまでの流れっていうのはまた変わってくるので、あなたが未顧客に合ったキーワードを考えるっていうのはあるんですけども、まあ、仕事に直結する、キーワードを入れるということですね。ただサイトの場合はですね、とにかくアクセスを集めなければいけない、検索からのアクセスを集めるということで、キーワードをチェックツールっていうのがあるんですよね。で、サジェスト、まあ、要は実際に検索されているキーワードをデータとして貯めているサイトがあるので、それで調べるということなので、あなたが考えるということは基本的にありません。外注おすすめです。